日本、アメリカ、韓国の合同演習の傍ら、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側未同意の調査活動を強行しているという情報がありました。今回は、韓国の竹島沖での巡視船の動きについて見ていきます。韓国が強制的に竹島を盗んでいる状況は、日本国民としても心が痛いところ。ムン・ジェイン政権みたいのがまたできたら、日本もアメリカも呆れるよね。ぜひ最後までご覧ください。韓国では、2022年5月、現在のイムスツエツ・ユンソンによる政権が誕生しました。それまでの文在寅・ムンジェイン政権の新中国及び北朝鮮との融和的な政策から脱却し、安全保障面でのアメリカへの回帰が明確になっています。これに気を良くしたのか、アメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、イン政権が誕生した直後は、これまでの反日的な動きが緩和されるのではないかと期待する声も多かったようです。確かに前、文政権に比べると、現、ユン政権は、反日的な動きや政策を改めてきていると感じますが、未だに排他的水域をめぐってのトラブルは、現在進行形で発生中と言わざるを得ません。今も、韓国側が不法に占拠し、実効支配している竹島、韓国名、独島周辺の海域を管轄しているのは、海上保安庁の第8管区海上保安本部ですが、同本部によれば、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が、未同意の調査活動を強行しているとのことでした。今回のケースですが、2024年6月6日午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの間、竹島からおよそ 69km にある南方の日本の排他的経済水域内で発生しました。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘヤン2000が実施したとみられます。この期間、当該日本の排他的水域内において、韓国国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、ワイヤー状の器具を海中に投下し、何らかの調査を行ったと推測され、発見した海保の第8管区海上保安本部巡視船が、無線による警告を発しそうです。日本の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から、事前に、日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないので、海保の第8管区海上保安本部の巡視船は、直ちに、その行動を中止するよう継続して、ヘヤン2000への警告を行いました。しかし、こういった日本の巡視船からの無線による中止警告を、韓国のヘヤン2000は無視、発見から、およそ1日半もの間、当該海域でのワイヤー状器具による調査を継続し、ようやく韓国海域へと戻ったとされます。第8管区海上保安本部からの同事象発生報告を受けた政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が、在日韓国大使館の次席公使へ、未詳中間公使が、韓国外務省へ抗議を行ったようですが、現時点では、韓国側からの声明等は確認されていません。試験ですが、こうした事態の発生に、海上保安庁が、現場で情報を収集し、内容を各関係省庁に報告、内容確認の上で、政府が対応を決定し、外務省を通じて、相手国、今回の場合は、韓国に抗議するという、当たり前の対応を行ったと思います。しかし、現在に至るまで、韓国側から、何の説明もないという時点で、こういった問題を見るにつけ、本質的な意味で、日韓関係が、少しずつでも、前向きな方向に変わってきているとは、全く感じられません。韓国で、2022年に現、イン政権が誕生した際、日本の一部の大手マスメディアにも、日韓関係改善に期待するという論調が散見されましたが、こういった楽観論は禁物だと思わざるを得ないようです。自分たちに、都合のいいことだけを取り上げるのが、日本のメディアの良さであり、甘さですよね。今回も、問題の中心となった、韓国政府機関である国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまで、過去複数回、同様な行為を繰り返し行っている船舶ですから、政権交代が起きたとしても、韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいのです。前回、
この平安2000は、2022年8月、竹島の北東方面海上のおよそ 100km の位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同じく、日本側に事前承諾を得ることなく、ワイヤー状器具を海中に投下して、何らかの調査を実施しています。さらに、この3ヶ月前の5月にも、この船は、同じように、日本側に、事前の承認を得ていない調査と思われる活動を行っているのです。つまり、こうした事案の常習船というわけです。もちろん、発生のたび、日本政府は抗議を行ってはいますが。しかし、いずれも、今回と同様、韓国側からは、何の説明もなかったと記憶しています。そう考えると、韓国としては、竹島を実効支配していることもって、その周辺海域は、日本の排他的水域と見さしていないと考えるべきなのでしょう。日本政府のスタンスは、韓国が不法占拠している竹島にしても、ロシアが不法占拠している北方四島にしても、日本固有の領土であるという姿勢を崩してはいませんが。全く有効な交渉にはつなげることができていないのです。外交能力の貧しさということなのでしょうか。不甲斐ないとも思われるこうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島についても、今後、万が一にも中国の上陸をたった一度でも許してしまえば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いと危惧する意見も多いのです。尖閣諸島に関しては、かつては、台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もありました。今後、中国の同様の行為を見逃してしまったら、事実上の中国領とされてしまうことは明白だから、絶対に阻止すべく対処すべきだという、いささか過激な声も聞こえてきます。尖閣諸島をめぐる日本と中国の情勢が、年々厳しさを増す中、沖縄本島の大手マスメディアは、太平洋戦争での凄惨な地上戦の歴史を忘れることはなく、どうしても反米に傾くと、中央の人間から批判されることがありました。こうした勢力の代表とされる玉城氏が沖縄県知事でした。アメリカ軍基地移転問題など難しい舵取りをしていた人物ですが、中央の人間からは目の上のたんこぶと思われていたようですね。2024年6月の沖縄県議会議員選挙で、玉城知事の勢力は過半数を獲得することができなかったのです。この結果に開催を叫んだ中央の人間も多かったことでしょうね。定数48名の沖縄県議会における改選前の玉城知事の支持勢力は半数の24議席でした。しかし、改選後には反玉城知事を掲げる自民、公明の国政与党と日本維新の会合計で28議席と16年ぶりに過半数を大きく上回る結果になったのです。玉城県知事の支持勢力は20議席を獲得したのみでした。沖縄本島で根強かった反アメリカ、新中国路線の政治状況に、県政の変化を求める世論の高まりの表れという論評が多かったようですね。韓国の話をしましょう。2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内の日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦のヒロヒラキ土田洋が、海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件がありました。これについて、日本側は、一貫して、ヒロヒラキ土田洋が火器管制レーダーを照射したと、当時の映像や音声を公開して主張、韓国側に、適切な説明を求める動きを再三行いました。しかし、韓国側は、主張を二転三転させた挙句、結局、この件をうやむやに葬ったという感が拭えませんでした。しかし、最近非公式ながら、韓国の一部の軍人らが、前、文大統領から、当該事象の隠蔽工作を行うよう指示されたと認めたという報道があったのです。非公式であっても、韓国の軍人の一部から、こういった声が上がったということは、当該事象の発生後に、ヒロヒラキ土田洋が、そのような行為を B1 哨戒機に行った理由への日本側の推察が、おおむね正しかったという証明と考えられるとされます。日本側では、
当時、広平木土田洋は、北朝鮮に便宜を図るため、脱北者が乗った船舶を捕らえて送り返そうとしていたのではないかと推理されていましたが、これが正しかったという声も多いようです。韓国と日本の間の長年の領土・領海問題に、新たな火種を投じることとなり、地域の緊張を高める要因となっています。また、この問題は、ただの一時的な出来事ではなく、繰り返されている行動の一つであり、今後も、このような問題が再発する可能性があります。このため、日本政府は、さらなる警戒と対策を強化する必要があると言えるでしょう。皆さんが、この動画を通じて理解していただきたいのは、国際関係においては、しばしば歴史的な背景や現行の政治状況が複雑に絡み合っていることです。そして、これらの問題がどのようにして平和的に解決されるかが、今後の地域の安定にとって非常に重要であるということです。次回の動画では、この状況がどのように展開していくのか、また、どのような対策が取られるのかを引き続き追っていきたいと思います。今日の動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントでの議論もお待ちしておりますので、ぜひ意見を共有してくださいね。それでは、またお会いしましょう。